わかりやすいタイトルです。スカイハイ。あ、日光機型っていうか、あ、日光機じゃないな。全然日光機じゃないよ。あの、アフターバーナーの時期に近いな。見た目的には。はい。なんで日光機なんよ。全然違うよね。アフターバーナーですね。なんか 2D のアフターバーナーって感じがしますね。いいですね。アフターバーナー型もいいですね。このミサイルいいな。いや、これちょうどいいぐらいでいいんじゃないですか。難易度的にもなんか適度な感じで。あ、もうボスな。早っ。目短いんや。あ、これそんなに難しくない、このゲーム。うん、門もなしでもこれだったらいけそうな気しますわね。はい、あ、クリアできました。はい、しかもノーミスで、これちょうどいい難易度じゃないですか。うん、これがもうね、まあ、あえて言うならいいゲームというか、僕の中でね、気に入ってるゲーム、気に入ったゲームっていうのは適度な難易度のゲームですかね。うん、徐々に難しくなっていくような感じがいいですよね、やっぱりね。理想的で最初からめっちゃ難しいっていうのはちょっと理不尽さを感じてしまいますよね。やっぱりこのゲームはちょうどいいと思います。はい、最後の面とか難しくなってもしょうがないですけど、最初の序盤のステージぐらいはちょっとこうね、割と誰でも進めるぐらいの難易度にしてくれたら一番いいですね。はい、個人的にはそう思います。だから難しいシューティングを作る人っておそらく絵じゃないわ、ゲームが上手い人なんだと思いますね。ぬるいから物足りなくて難しくしちゃうんだと思うんですよ。昔のファミコンもね、理不尽なゲーム多かったですけど、作ってる人たちがね、ゲームが上手すぎてね、こう ぬるくて難しく作っちゃうっていう話聞いたことあるんで、ゲーム開発者の話で、なんか一般の人からすればめちゃくちゃ難しいんだけど、自分たち作ってる人からすれば、そのゲーム作りながらプレイして調整していくっていうことらしいんで、ゲームがやっぱどうしても上手くなっちゃうから、ぬるいと思っちゃうらしいんですよ。だからもうちょっと難しいよって なるらしいんですね。でも発売してみればめちゃ一般的には難しかったっていうね、評価になるっていうことが多いっていう話はよく聞くんで、それの特に代表的なのがロックマン1がそうだったみたいですね。はい、最初ロックマン1はね、弱点がなかったらしいんですよ、ボスのね。すべてノーマルのロックバスターのみでね、戦うゲームだったらしいんですが、それではちょっと難しすぎるっていう営業に言われて難易度下げたらしいんですよね。それでちょうどいいぐらいだったっていう、はい、最終的にはね、そういう話もあるんで。よし、2面クリアできましたね。だからやっぱりね、そのゲーム作ってる人からすれば麻痺しちゃってて、難易度のなんかね、こう調整というかね、感覚が分からないっていうかね、そういうのはあるみたいです。だからゲーム上手い人っていうのは難易度難しいゲームを作っちゃうんだと思います。はい、一般向けの難易度っていうのが難しいんじゃないかと思います。はい、だからこのゲームは一般向けぐらいの難易度になってるかなって気がしますね。はい、あ、やばいやばい、もう最後の残機や。まあ、その3面まで、ね、来ましたからね。うん、やっぱり3面まで来るとそれなりに難易度上がってる気がしますよね。うん、あ、ボムがこれか。ちょっと敵が多いときはボム使った方がいいね。あ、もうボスや、3面のボスや。
もう最後の分も使っちゃったな。おっと、あー、やられた。デモはですね、はい、終わりまーす。これは良かったですよ。はい、面白かったですね。